聞いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。痩せるためにいろんなこと頑張ってるのになかなか痩せられない、スタイル良くならないんです。そういった方におすすめな新腹筋を使うエクササイズを紹介していきます。ここが衰えてしまうと体のラインが崩れる、お腹が出たり、お尻がたるんだり、前ももが張ったり、いつになってもスタイルが良くならない、そういった原因になる筋肉です。今回はここの筋肉を重点的に鍛えるメニューを5つ紹介していきます。誰でもできるメニューになってますので、今日も一歩前進しましょう。後ろに肘をついた状態で足を曲げ伸ばしします。これで腸腰筋が伸ばされたり鍛えられたりします。スタート。こういう感じでゆっくり使っていきます。たまに股関節の方がね、鼠径バタリが痛くなるよって方は腸腰筋が硬くなってる証拠です。動かしていきましょう。はい、 OK です。今度は交互に足を動かします。こういう感じです。スタート。しっかり腰を床につけてください。これでね、腸腰筋が使われてます。毎日少しでもいいです。体のラインから変えていきましょう。 OK です。次は両足で動かします。スタート。ポイントはゆっくり足を上げてください。腸腰筋というのはインナーマッスルになるので、早く動かしてしまうと鍛えられません。ゆっくり動かすことで鍛えられます。 OK。 次は肩幅で正座して手を前に伸ばす。後ろに倒れたら戻ります。前ももとね、股関節がすごい伸びると思います。戻れなくなる人はね、少しいいです。バランス取りながら行きましょう。はい、 OK です。ラストは足を90度にしてもらって、手を腰、このまま体を持ち上げたら下ろす。これを左右5回ずつ、ペースは合わせてください。いきます。1、2、あんまり体がね、前傾ならないように。これぐらい。3、胴体部分を安定させて。4、ラスト。5、 OK です。足を変えます。後ろの足が少し痛いと思います。それが正解です。いきましょう。スタート。1、2、後ろのね、前ももあたりが少し痛いと思います。3、4、5、 OK です。お疲れ様でした。今回の新腹筋、深部腹筋群とも言われているんですが、この腸腰筋をしっかりストレッチ、鍛えるっていうことをするだけで、体の中心となるインナーマッスルが鍛えられますんで、体の筋肉のバランスが取れやすくなります。頑張っちゃったよって方、お友達やコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。